とんでもないニュースが入ってきました。暗号通貨の皆さん、ね、口座に入れて含み益をお持ちの方、私もそうなんですけども、この口座に入れている含み益ですら課税の対象になるんではないかなという動きが金融庁から出てきたというふうな、ね、レポートが今メールでお寄せいただきました。いや、ひどいことになりましたよね。ちょっとこれ画面切り替えてます。金融庁のホームページなんですけども、金融所得課税の一本化に関する研究会ですよね。これが3年の5月10日に行われたということなんですけども、たった1時間の中で、まあ様々なことが語られてきたんですけどもね、この中で、そうですね、ここですね、これ、租税回避行為は課税の時点を、課税される側が選択できることが基本的には良くない。要するに私たちが含み益を抱えている状態でいるっていうことで、まあ、日本円にした時が課税のタイミングだっていうふうにできるのが良くないらしいんですよ。例えばデリバティブのポジションについて期末に時価評価をして、そこから差益が生じたものとして通算するというルールがいいのではないかってことですけども、ひどい話になってきましたね、これはね。今ね、私がね、大量のカルダナ、その他暗号通貨を決済できない理由としては、課税のタイミングなんですよね。だから一度に全部決済しちゃうと相当な課税になりますんで、例えばね、年間で200万とか300万とか500万とか600万みたいなタイミングを見計らって、その分だけ決済する、小出しに決済することによって10年ぐらいかけて、場合によっては20年かけて億という金額を最小の課税率で日本円にしようとしてるわけですよ。でもこれが良くないらしいんですよ。もうね、持ってる暗号通貨の総量で、例えば年末なら年末、期末なら期末に全部ね、その時点での時価で決済したものとして仮定して課税を求めるみたいなことになってくると、これひどい目に遭いますよね。言ってみれば預金課税みたいなもんなんですよ。預金があると、その預金の期末にもう税金を算出して預金から差っ引きますよみたいなね。いや、こんなことがまかり通る。まあ確かにね、今ね、暗号通貨の税率が高いんで決済がなかなかできないというところあるんですよ。これがどんどん決済されると、確かに資本の流動性は市場においてすごく膨らむでしょう。他の金融商品も売れるでしょう。株とかその他の先物にね、暗号通貨の資金を流れざるを得ない状況も作れると思うんですよ。いや、でもここまでね、強硬にしてくることはねえだろうと思いますよね。それよりも暗号通貨の課税率を下げて、どんどん市場に暗号通貨の資金が流通するようにね、すればいいんじゃないかなと思いますよ。FX は株のようにね、20% くらいが妥当だと思うんですけどもね。もちろんいろんな意見あると思いますけども、決済がね、できずにやきもきしてる暗号通貨のホルダーさん、特にこの難しい中で暗号通貨に勝負をかけて、それで生き残った人に対して、さらに課税をしていくっていうのはね、一体何なんでしょうかね、金融庁ね。麻生財務大臣もろくなことをしないなと思いますよ。というか、麻生財務大臣自身もビットコイン持ってますからね。何を考えているのかなと思います。まあこれがね、ここだけの話を終わることを望んでおります。もしくは、もっともっといい感じの方向に行くように、例えば暗号通貨のホルダーさんの中でもクジラと言われる方がいますよね。そのクジラの方を何名かピックアップして、そういった会議の中に出してですね、私たち側からの意見もちょっと聞いてもらいたいなと思うんですが、いかがでしょうかね。資料を送っていただいた方、本当にありがとうございます。